さあ、こっちこっちでいいの、こここ。一緒にレレキさんも来てくれたっぽい。そうそう。今日はね、新しい、あう、ハウハウしちゃう。今日は新しいアテンドを連れてきました。アテンド。よいしょ。よいしょ。新しいアテンドでございます。いい。みんな知ってる、おなじみの。念のため言っておきますけど、これうなものステージですからね。こんにちは。こんにちは。今日一日だけ参加しに来ました。あれ何もなの？あれ昨日何してたんだっけ？昨日してたんだっけ？昨日なんかしてたよね。さあ昨日はね、千葉の幕張メッセでちょっとね、うなもが最近配信している17っていう配信ライブアプリのお祭り、2周年のお祭りにちょっと幕張メッセでサンドドンたちと。あ、そっちを選んだってことね。まあちょっと日がかりさんになっちゃってすいませんということで、どうしてもちょっと。オッケーそうなんです。今日はね、うなも一人でステージだったから、ちょっと心細いからレルヒさんとアントロー君捕まえちゃった。ちょっと金で雇われました。安いアテンドしてくれと。そう、安いから。けどね、アントロー君はね、今ねステージの下でね、うなものね応援の舞を踊ってくれてるの。はい、アントロー前。かわいいね。これはうなも得なステージだね。けどなんか似てるよね、2人ね。そうなの、アンタロウくんとね、うなもね、一緒にね、口の感じとか目の感じ似てるじゃん。そうなんか体型もちょっと似てる感じする。だけどね、たまたまね、控室が同じなんだよね、この3人ね。そうなの、この3人だけのステあのね、控室でね。それでね、なんかね、生臭いんだよね。魚とかうなぎがさ、なんかもうすごい。なんで今日ちょっと雨降ってるし。焼いてるんならいいけど、なんか生だからね、これ。生です。そうなんです。うなもはこのネギもはもうみんな知ってると思うんだけど、もしかしたら知らない友達もいるかもしれないのもから、一応真面目にちょっと紹介させてもらうのもね、はい、うなぎもはうなぎのさばいて捨ててしまう残さの部分を肥料にして栽培したさつまいもがうなぎ芋っていうのもね、うなぎ芋今年も海外出荷始まりました。え、すごい年々増えてるんです。ブースで売ってるの？え、ブースで売ってるの？今日ね、生芋はね売ってないんだけど、うん、あのうなぎ芋チップスがリニューアルしてやっと帰ってきました。今日からイベントで販売ということで、今ブースに売ってるのもから、ぜひともチェックしていただきたい。ぜひぜひ皆さん、ぜひ買ってくださいね。そう、もうアテンドのこれで俺仕事終わり。素晴らしいの。ぜひそのすぐそこのねブースですからね、ぜひ皆さん行ってくださいね。そうゆめちゃんのね隣なの、ゆめちゃんの昆布とうなぎも買うといいかも。ね、ところでうなぎも今なんかグランプリも出てんだって。そうウルトラグランプリ、あんたろくんもね出てね、うなもも出て頑張ってるんだけど、ゆるゆると今18位かな。18位、なんか案外低いね。そうまあね、組織的なものがないから。あんたろすごいじゃん、あんたろ一桁だって。すごいよね、あんたろくん今5位。なんかあんな顔してあざといね。実はやりおるのかもしれない、組織を持っている。うなぎ芋の組織はさ、投票頼んでもやってくれないんですよ。なんかサボりそうだもんね。ドキ。執事もちゃんとやってるかどうか怪しいからね。いや、なんかあそこにいるから。そう、あそこにいる。そう、ずっとやる。ステージ一緒に上がろうって言ったら、俺は上がらないってずっと動かない。
そんな人だからね。そうさあ、そんなゆるキャラグランプリぜひとも名前に1票入れていただけるととてもありがたいです。はい、じゃあ今日2つ目の仕事、皆さん、うなもに投票よろしくお願いします。パチパチっとよろしくお願いします。じゃあ、あと何分あるの？長くない？もうそろそろ終わりかも。じゃあ最後に一言。もうね、あんまり時間ないよ。あ、そうなの、はい、じゃあ最後に一言、10月の12、13、新潟で行きます。行きます。うなもも行きます。うなもも来るからね。あんたのはね、ちょっとね、別な用事、多分また11月に来るかもしれないんで、その時にまたね。おー、うん、楽しみ。今年もね、はい、新潟で遊べるんだよ。はい、よろしくね。よろしく。再来週だよ。今日は一日よろしくお願いします。お願いします。じゃあみんな、うなぎありがとう。買ってね。見てね。はい、帰るぞ。はい、ということで、うなもとリルヒさんとアンタロー、ね、はい、大丈夫、はい、あの3人の、ね、楽屋が一緒ということで、リルヒさんのさ、ポシェットかわいい ね、自分の生首持ち上げてみたいな感じがこれえ、ブースに行ったら売ってんのかな。いや、売ってないでしょ、これは欲しい。うなももでもね、このあの、うん、キャラステージのこの全体スケジュールで実は昨日もいたことになってるんだよね。あ、うん、僕必死に探したのよ。マジで。そしたらいないあれと思ったら、やっぱお金に目がくらんじゃったんだな。あ、やっぱりね。ねえ。本当に。ねえ。だから今日は2日分頑張って。そうだね。ね。頑張ってください。はい。ということで、この後登場する。